高潔智秀の Go To 電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止めはにしげハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財、近代の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい Go To 電子地ステーション。おはようございます。ここからは高潔智秀の Go To 電子地ステーションの時間が始まりました。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地亭をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。最近ですね、 Google で電子地ステーションと検索してみたんです。予測候補が出るんですけれども、いろいろな方がですね、いろいろなあの検索をされてるんだなと。電子地亭ステーションっていう風に入れておられたり、電子地ラジオっていう風に入っていたりですね、あのいろいろな形であの興味を持って検索されてるんだな。その中で未だにあるのが高潔智秀スペース誰。ぜひですね、この番組やインターネットテレビ電子地ステーションを通じてですね、そちらもぜひチェックしてください。高潔智秀の Go To 電子地ステーション。今月11月、やはり芸術の秋、三重県四日市には四日市萬古焼があります。この魅力をお届けしたい、そんな1ヶ月、四日市萬古焼窯元天図窯、陶芸家稲垣隆一さんです。稲垣先生、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今ですね、はい、あのバックヤードで少しお話をしていて、うん、はい、先週からの持ち込み案件でございますが、はい、あの普段のこう気分転換であったり、どんなことをされているのかなっていう話がありましたけども、はい、普段何をされて。普段ですか。普段はずっと作陶してますけど、気分転換には散歩してますね。散歩、どれぐらいの時間こう歩いて、はい、まあ短ければ30分ぐらい、長かったら1時間ぐらいのことですけど、やっぱ散歩しながらやっぱりこうな、何かいいもの生まれないかなというか、この自分が今気になっていることを散歩しながら処理をするというか、そのアイデアを浮かべるには散歩が一番かなっていう感じで今ずっと散歩してますね。ちなみにお気に入りのコースとかってあったりしますか。いや、ないです。もう行き当たりばったりで。それはあれですね、うん、この1年間各国を回ってこられた、はい、バックパッカー稲垣隆一の顔がなんか同じところを歩くのはあんまり好きじゃないですね。あ、もう毎回新鮮な気持ちでいたい、はい、そんな気持ちですか、うん、やはりこう歩いている中でこう自然のものから着想を得られる、そんなこともあるんですか。ありますね。僕はそれは結構多いと思います。やはり三位一体この、はい、ところでいうこの土と釉薬と稲垣先生、うん、はい、そして、火と水と土の三位一体、はい、これもやはり自然からなす造形物ですからね、はい、そういったところからこうイマジネーションが浮かんでくるというのはどうですか、うん、あの全く浮かんでこない時に、うん、そのイマジネーションに求めることのリスキーさと言ったら悪いですけれども、あんまりその期待をしたりとか、そういうふうにあの散歩したら絶対浮かんでくるっていうわけではなくて、あの今自分がこう悩んでた、ああいう時どうしたらいいんかなとかいうことがあれば散歩して なるべくそのことを考えるようにします。で、散歩しながらふっとなんかこう自然見た時に今ずっと考えてることを忘れちゃうんですね。で、その見たものを、あ、こんなところにこんな綺麗な花咲いてんのかとか思いながら散歩してると、あ、なんや、あれってこうしたらええんちゃうのっていう、そう簡単に考えられるというか、あんまりだから思い込みすぎるというか、思い詰めすぎるというか、あんまりそう思わずにちょっと一回気抜くというかっていうのも大事かなっていうところもありますね、散歩っていうのは。やっぱりこう根を詰めて一生懸命やるのが大事な時ももちろんあるんですけども、うん、少し離れてみることで、そうですね、空気感を変えたりとか視点変えたりとかっていうところは大事だと思いますね。
今、稲垣さんは若手の育成ということをやられていますけれども、はい、うん、それも少しこう気分転換の要素もあったりするんですかね。いやいやいや、育成は気分転換にはそういう感じではできないですし、やはり強い思いが必要。それはありますし、今ちょっと僕はあの育成から離れて6年間やらせてもらいましたけど、今は新しい先生に代わっていただいてやってます。ではこの若手の育成、これまでやってこられたお話をお聞きしたいと思うんですが、はいはい、四日市萬古焼は後継者育成ということで、はい、いろいろな取り組みをされてるんですよね、はい、少し教えてください。工業組合、四日市の工業組合が主体になって、若手育成、後継者育成事業ということで焼き物卵創生塾っていうのを開設しました。もう僕が6年勤めて、その前の木村加田先生が5年やってるので、今12期生になるんですけど、まあ、僕は11期生まで、6期生から11期生までさせていただいて、県と国と市からバックアップしてもらいながら若手の育成を図ってます。それはどんなカリキュラムなんでしょうか。そうですね、まあ、基本的にはろくろ、まあ、土もみから始めてろくろをやって、そのろくろとかもそうですけど、あと例えばデザインだとか、あと施工の勉強したりとか、鋳込みの勉強したりとか、いろんな多産地研修行ったりとか、まあ、企業の研修もやったりとか、いろんなことやってますね。ではもう本当に幅広く、単純にこのろくろを回すというようなこう体験だけではなく、はい、もう本当にこう後進の育成ということを見据えて幅広い知識を知ってもらおうというような育成をされているんですね。期間は8ヶ月半ぐらいで短い期間なんですけど、まあ、その8ヶ月ぐらいの中で、そのこれから企業に勤めていただく、企業に勤めるときにその基本的な内容だったりとか、焼き物のノウハウだとか基本を知っていると、やっぱりそこ の企業に勤めたときもだいぶ有利になりますし、その企業としても戦力になるっていう考えで始まったことだと思います。稲垣先生が教えてらっしゃったときには、はいはい、どんなことをこう大事に教えてましたか。やっぱり土からものを作る時の大切っていうのは気持ちだと思うし、そのさっきも言ってたそのリズムとかそういうことも大事だと思いますし、ですかね、うん、このリズムっていう部分はすごくこう感覚的なものなので、はい、うん、このニュアンスを伝えるのってすごく大変だと思うんですけれども、ね、はい、若手の方にはどういうふうにこう伝えておられましたか。どうやって伝えてたかな。まあやっぱり基本が一番大事で、そこから生まれてくるのはもう自分の努力でいろんなものをチャレンジして、いろんな持続継続反復っていうのは一番大事だと思うので、そのことはもうしょっちゅう言ってたと思いますけど、はい、リズムのお話から私、いろいろね連想していたんですけれども、うん、例えばこの一定のリズムだというものでも、機械でこう打った、まあ、詳しく言ったらシーケンスみたいな、うん、機械で打ったドラム音と生で叩いたドラムっていうのは同じビートであってもニュアンスって違いますし、はい、そうですね、僕らの仕事もやっぱり機械で作ったものと僕らが手作りで作ったものとは同じ形でもしあったとしても、やっぱりその機械が悪いわけではなくて、その作品1個比べてみるとそれにかけた時間であったりとか、その思い入れがあったりとかっていうのは多分違うと思うので、それが手作りの良さだと思います。やっぱそういうところを多分教えてたんじゃないかなと今思いますけど。やはりリズムって言ったらもう全ての土台だと思っていまして、はい、そこにこういろいろなものが装飾されてくるのかなっていうふうに思う、このリズムってすごく私の中で新鮮でしたし、うん、物事の基本になるっていう意味ですごくそうだっていう風な感動に近い学びだと思いましたね、はいはい、ぜひこういったニュアンスの部分を、うん、なんかこのいろいろ芸術ってつながっているものがあると思いますし、うん、この部分を多くの方に知ってもらえたらいいなっていう風に私個人は思ってるんですよね、はいはいはい、そうですね、僕たちものづくりっていうのはやっぱり今どん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 こう世間は進化していって、
AI の時代になったりとか、いろんなこう波が押し寄せてる中で、僕たちが大事にするのはやっぱり土をこねて形にして、それを炎で焼いて、で作品を作ると、やっぱりその超アナログな世界にいる感覚なんですね。でもその AI には絶対にできない感性だったりとか、そういう個性だったりとかっていうのは AI には多分できないと思うので、これから僕たちが焼き物やっていくのは、その感性個性っていうのはすごく大事なことかなと思います。ではこれからの四日市萬古焼っていう風な視点で見た時に、うん、稲垣先生はもうどのようなことをやっていきたいとか、どういう思いをぶつけていきたいというのはありますか？まあ、自分の作品を作り続けていきたい、その自分が思っているものを作り続けていきたいというのはもちろんありますし、四日市がこう発展していけばいいなっていう、それの何かこう手伝いだとか協力もちろんしたいなと思いますし、でもやっぱりこう土っていうのは単にこう物を作ったりするだけではなくて、癒す道具にもなるんじゃないかなっていうところで、何か面白いことができればいいなとは考えてます。1ヶ月間ありがとうございました。ありがとうございました。電子地ステーション、そろそろお別れの時間になってきました。稲垣先生、1ヶ月間ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いかがでしたか？いやー、喋る難しさっていうのを実感しましたねやはりこの作刀とは違う。そうです、やっぱり土触ってる方がどれだけか気が楽です気が楽と言われたらあれですけども、はい、普段ラジオは聞かれるんですよね？もうラジオ大好きですね。仕事しながらずっとラジオ聞いてるので。ではそんなラジオを聞いていた稲垣さんがこの1ヶ月間ラジオに出たということですので、はい、ぜひ多くの方にですね、はい、僕出たよと宣伝します、はい、お伝えいただければと思いますね、はいはい、ありがとうございました。1ヶ月間芸術についてお聞きしてきました。いかがでしたでしょうか？これからも三重県四日市の魅力、三重県の魅力を発信していきたいと思います。来週も楽しみにしていただければと思います。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーションは毎週木曜日18時に更新しています。スタイルに漢数字の7で電子地、 Yahoo や Google などの検索サイトから電子地ステーション公式ホームページを検索することができますので、チェックしてください。ここで三重県観光連盟の素敵なイベントをお届けします。すっかりおなじみとなった冬の風物詩、そう、菜花の里イルミネーション。壮大で幻想的な夢と感動のイルミネーション、ロマンチックな忘れられない夜をお楽しみください。今年の開催期間、今回の開催期間は来年の5月6日水曜日までです。詳しくは三重県観光連盟公式サイト観光三重をご覧ください。今お送りしている曲は三重県四日市市の余郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。纐纈智英で大きな桜の木の下で。本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは纐纈智英と稲垣雄二でした。それでは素敵な一日を。